ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん、ちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん、ちゃーん。ミーキー、三分トーキング。ほーほーほー。月の綺麗な夜でした。ほー。旅人は今日も門番の仕事をしていました。今日は花金なので、お城の人たちはみんな居酒屋に飲みに行ったり、アシビナーにブーテンさんのミュージカルを見に行っていました。旅人は一人だったので、お城の門に登って月を見ながら堂々と心を込めて大きな声で歌を歌いました。柔らかな風が吹くこの場所でマジかこれ根は暗いでも花は輝く。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。なんだこれじゃないわ。ちゃんと歌えや。心を込めて大きな声でって書いてあるだろ。書かれたんだよ。わもう誰もいないと思った。恥ずかしくないの、こんなところで歌って門番さん。うるさいよや。うるさいよや。最近で一番心からうるさいよやって言ってるよや。私ね、こんなにね、うん、最近で一番声が出なくなる笑いっていうのを体験しました。そのまま言ってしまいくそうに。あははじゃないよや。オープニングからこんなことさしてからに。あ、もう歌のあれやめやめ、やめましょう。なんでなんで。言っとくけどさ、これ私のせいじゃないんですからね。誰のせいですかこれ。これはね、うん、リスナーさんからのたっての希望で、正規さんにどうしてもハウエバーが聞きたいと、そうじゃないと私の命が危ういと、そういう願いがあったので。あ、そうですか、うん、じゃあ僕の歌で誰かを救えたと思えば、うん、安いもんでございますね。グッジョブ。何がグッジョブ。ナイスジョブ。サンキュー。よし、じゃあ始めましょうか。行きましょう。震えるけど始めましょうか。こっちが震えるわマジで。はい、それでは始めたいと思います。上条美希の漂流ラジオ、始まり始まり。はい、皆さんこんばんは、ワニ先生。2月6日金曜日夜10時になりました。今日も FM 小座から元気いっぱい生放送でお送りします。漂流ラジオの時間だよ。腹立たしいわ本当に。もう全くこれ何なんでしょう、この怒りはどこにぶつけたらいいんでしょうね。どの怒り。まあ、あのね、もうなんか普通にさ、うんうんうん、もう夜も夜ですから、うんうんうん、しっとりいかない、たまにはもう歌とかやめよう、歌とか。だってハウエバーってしっとりした曲でしょ。だいたい俺緊張しすぎて、その何その変なピアノみたいなやつ、音全然入ってこなかったからね。こっちにもちっちゃかったんじゃない。ミキもさ、うん、あのさ、もうさ震えすぎて笑いで自分の音が聞こえなかった。ピアノっていうかこのおもちゃのピアノをね、持ってきたんですけど、今日ね、うんうんうん、それのね音が聞こえなくて。二人聞いてないやし、だからピアノの音。私の担いできた努力は何だっていうの。いや、ありがとうございます。ありがとうじゃないな。ありがとうではないな、もう。あ、とっても上手だったな。ありがとうございます。うるさいな。これ胸に響いたわ。これ来週聞きたい人いるんじゃないかな。絶対やらないからな。だってさ今日ほら、うん、短かったさ、いかんせん。
まあまあまあそうね、3分トーキングにしてはでしょ、はいはい、そうですね、本当はほらミキだってさ、先月、うん、先週だってさあんなに長いこと歌ったのに、うん、今日は一応ミキのハウエバーをあんまり知らなかったばっかりに、うん、2行にしたわけだからね、うん、俺ちょっと今改めて歌ってみて思ったけど、いつもなんか2番とかまで歌うでしょ、そうそうそう、よくできるなこのバカと思ってる逆にちょっと尊敬しとるねマジで、何なんだろう、ね、このミキ3分怖いもんないのか、あの3分、うんうん、あれが面白いと思ってる、はい、正規さんの話をいろいろ聞いてから、うん、はい、替え歌作ったら面白いかなと思ってる。え、どういうことですか今はさ、ほらミキのイメージさ、まあ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 、本当の心の叫びはわからないさね、うん、あ、俺のね、本当に俺が言いたいことは、うん、お疲れ様です少々さんが、ま、めっちゃ元気だ、舞いながら飛んで帰った、めちゃめちゃ元気だまあ俺のその心の叫びはわからないと、そうでしょ、はい、まあまあないですけど、ほらラジオだからさ、うん、顔も風景も見えないさね、まあね、まあ多くの人はね、うん、だからね、やっぱり声で伝えないといけないじゃないですかラジオってまあそうです、うん、だからこの内容も重要かななんて、何が言いたいのかな本当に違うさ、長く歌いたいって言うからさ、もっと言ってないわできれば歌はやめましょうっていう方向で手で言ってるわけですよ何がアハハだたくもう、まあいいですよ、1週間に1回ぐらい我慢しますけど、ほらね、ほらね、歌はやめよう、だいたいさ、うん、この台本いつも書いてきてくれるじゃん、これをやるだけでも俺相当 なんか力使ってるからね、あ、本当、体力をどんなくらい、 50% ぐらい全然使ってないな言っとくけどミキフルパワーだから、フルパワーかマジか、全力なんだこれ、うん、あなんか全力でこの程度です、ああよかった悪い、あ、いや全然悪くない逆に申し訳ない気持ちにちょっとなりましたね今ね、あ、そっかそっか、はいはい、50% だったんだ、ふーん迷ったわ 50% っていうのも、はい、そして、ええ、あ、張本人からメール来てるから早速ですが読みたいと思います、来ましたか、ミキさん、セイキさん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは、オープニング、あ、あれ自分でハウエバーをリクエストしておいて起きながら、なんだこれ、今夜もよろしくお願いしますということで小座之助さんからいただきましたなんだこれってなんだそれあのね小座之助さん2週連続にわたって、はい、正規さんに、はい、ハウエバーを歌ってほしいというメールが来たじゃないですか、はい、来ましたね、だからね、ええ、私はね、渡る世間は鬼ばかりが歌いたかったけど、あ、本当は、うん、それを忍んでハウエバーにしたわけです、はいはいはい、あ、もうなんか僕のためにそういうのを作ってくれたわけですか、僕の舞台を、そう、あ、そうですか、だからさ、ええ、こんなして言うんだったらさ、小座之助さん自分で文章を作ってきてね最近どうもなんかやる気がないと思ったらとうとう人に振りやがったな、ね、こいつ嘘さ嘘さこれね、ミキー3分トーキングだからね、そうですよ、頑張るので、あのさ、渡る世間は鬼ばかりもさ、ええ、はい、うん、あの東京のさ出身の人がさ、うん、この前見に来てたさね、あ、来てましたね、あのギャラリーにね、ええ、ギャラリーっていうか外にね、はい、その時にさ、あれを聞いてさ、東京出身だから東京を思い出してから、うん、このラジオ聞くようになったって言ってたよマジっすか、え、人って何がきっかけになるかよくわからんもんだねだから、うんうんうん、頑張ろう、あ、頑張ろう、そうだね、うん、みんなのために頑張りましょう、頑張ろう、うん、なんか誰かいいきっかけになればね、そう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 、これをきっかけにさ、うん、ほらなんかよし、なんかやる気が出た、ニューヨークに行こうとかいう人いるかもしれないさ、まあ、そうだね、まあ、言えるかもしれないよねわかんないけどよし、うん、私はこれを機にお花屋さんになるわとかね全然ニューヨークの花の要素もないけどまあわかんないよね、うん、まあ、じゃあ今日のまたテーマとかいろいろ、あ、本当、はい、言っちゃってください、はい、皆さん、さっきから私喋っています、お相手は上条美希とイラミナセイキです、どうぞよろしくお願いします、よろしく、メッセージもお待ちしておりますよ、皆さん早速来てますね、ありがとうございます、後ほどお読みしたいと思います、これね、今日のメッセージテーマなんですけれど、はいはい、うん、今日はね、あの However とかいろいろですね、もうなんか、まさ、もう全然考えつかなかったんでしょうね、あ、こんにちは、私の友達です、あ、そうなんですかあれ誕生日会どうしたのまさみ、やっほー、ありがとうね、あのね、ミキの友達、あ、そうなんですか、今ね、あ、こんにちは、あの誕生日会抜け出して一人で来てる、え、誕生日の人ですか、うん、違うあ、ではなくてですか、ありがとう、写して写
私あんまりさ写真持ってないから。何の写真？自分の？こっちにいる写真。あ、こっち、あ、そうだね。うん。やっほー。じゃあちょっと撮ってあげてください。うん、ということで、はい、メッセージテーマは、あ、そうですね。うん、誕生日とかいろいろにする。変えた。速攻パクリ寄った。まあいいや、まあいいか、その方がいいね。とかいろいろの部分でね、皆さんフリーダムでよろしくお願いします。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。またユーストリームと最近、はい、新機能になったツイキャス そうです。皆さん今日はお出迎えですのでどうぞよろしくお願いします。ということでオープニングナンバーお届けしたいと思います。グレイで However。 カメラ越しで見るとますますボサボサに見える。
まあいいか。まあいいや。今日朝とっても間違いまくったんですよ。あ、迷います？うん。で30秒前ぐらいまでめぐみさんがトイレから出てこなくなって、なんでかなと思ってて、多分もう朝から多分三次のこと緊張してたと思う。とっても、あ、自分の番組ね。うん、とってもよかったよ。ね、聞きましたよ。いいな、うん、いい子だよね。可愛くてね。あ、食べるわ。あ、ミキさんありがとうって言ったから、こっちまでなんか嬉しくなっちゃって。ちょっとは可愛くやってるか。もう遅いんじゃないですか。あ、それ分かってんだもん。あ、どうすかどうすか。最初一応山内さんもそういう感じで言ってましたよ。けどそういう感じでやろうとしたらこういう感じになったので。ダメだったんだもん。なんか調整効かないみたいですよ。あ、そっか。そしたらもう話せなくなっちゃって、無理はしない方がいい。一人でできなくなるから。3人ぐらいいて、私うんとか言えなくなるから。一応このチュラドルオーディション山内さんがミキ受けたらって言ったんですけど、先生山内さん、すいません、CM 終わりました。ごめんごめん。あ、CM 行くよ。あ、はい、今年で、先生、味噌汁ですけどっつって、大丈夫大丈夫、年齢制限ないって言ってるからっつって、あ、でもちょっとアイドルはあれかもしれんから、タレントっていうことならって言って、うん、危うく受けるところでした。マジかよ。大人の事情がいろいろあって、うん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 、なくなりました。あ、そうですか。あれテンパはダメって言ってたからね。意味が分からない。意味が分からない。そうですか、そうですか。あ、ごめんごめん。怒ることでもないけど。あ、ない。まあ、そうですよね。ああ、面白かった。気持ち悪い。怖いわ、もう。マジで、今日はちょっと荒れそうだな。だってケーキとか食べながらやりたいですね。ケーキは無理か。ポテトチップスとかで。家か。あ、うるさいか。家か。本当だ、髪ボサボサだ。なんでだろう。うん、いつもですよ、大体。本当ですか。でもよ、うん、ツイキャスよ、うんうん、今まで顔のアップでさ、真っ暗系だったじゃないですか。あ、でもね、これ映ってるのは暗いじゃん。あー、けどほら、バックも増えて。あー、今までほら、顔のこっちら辺だったじゃないですか。うんうん、そんなに近くはないけど、まあまあまあ、まあ近かったよね。うん、まあ一応見えないんだけどね。あ、ツイキャスも、ツイキャスも見えましょうね。あ、そうだね。セイキさん、ツイキャスも見えますか。ツイキャスね、こっち超見にくいわけよ。うん、あ、そっか、メイグさん見るって言ってた、ごめん。褒めるの嬉しいけど恥ずいて。褒めてないよ。褒めてないよ。ごめんね、恥ずかしいね。褒めてないよって。あのよ、漂流ラジオさ、そうなんだよね、定着したねって言ってるけどさ、ミキが今お芝居の仕事がないだけなんですよね。そうです、暇なんですね。そう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 、ね、この前も芝居がない時は定着してたんですよね、たまたまエロラボとミキの芝居が重なって、うん、ちょっと漂流してたので、山内さんも名前変えたらって言ってたんですけど、うんうん、まあ、また流れるかもしれないしね。そうなんですよ。したら俺のネクララジオも復活するかもわかんないね。電話中継しますよ。はい、5秒前。はい、前かかってるよ。はい、皆さん改めましてこんばんは。 FM 小座から生放送で漂流ラジオをお届けしていますよ。はい、よよよ。面白かったね。うん、いろいろ面白かったですよ。やっと呼吸が整ってきましたね。あ、そうだね。ちょっと最初荒れてたからね。本当ですね。多分俺の歌のせいだったんじゃないかなっていうのは。うん、それですね。ちょっとおい一応なんか言わせや。何が言いたいんですか。もういいです。あ、うどうします。なんか今日行ってきたんでしょ。はい、今日ね、うん、さっきね、ついさっき7時からのアシビナーのミュージカル見てきたんですよ。お、ミュージカル、うん、何ですか。これさっきからさ、 FM 小座でも大きいスタンプ、スタップ、うーん、ポスター。何も違う。やっぱ一文字目間違えると思い出せないのかな、すぐな。こういうことあるね。これよ、うんうんうん、However のせいだわ。 100% まだ脳みそがさ、異常気象に耐えられてない。バカ野郎。やっぱね、うん、グレー本物うまいなって思って、これ聞いた。当たり前だろ。あわよくば俺の歌にしてやろうかなと思ってたんですけど。どういう意味ですか。いや、なんでもないです。流してもらっていいですか。はい、ごめんなさいね。びっくりした。ごめんなさいね。うん、脳みそが震えてる。俺も拳震えてる。見てきたんですよ。はいはいはい、このブーテンさんの、ミュージカル。どうでした。わらび座の。面白かったとっても。おー、さ、うん、この沖縄出身の方も、うん、半分出てて、
でまたわらび座の方がプロのねすごい上手な人が2人出てたんだけど、うん、沖縄の人たちはさやっぱりさこの鉛とかあって、まあまあ、沖縄っぽいんだけど、うん、この主役の人もさもう一人のわらび座の人もさうまくてやっぱ言葉とか関係なかったねそうなんだ魂だねあ魂、うん、おーなんかぽいよだろぽいよ今日なんかやっぱ見てきた帰りなだけあるね魂が震えてんのあんなにさ、うんうん、あの上等っていうか、ええ、すごいミュージカル見た後のハウエバーだからねミキ今日だから飲みそ震えてる待て全部そっちのせいに持っていくのやめろこれ今日さこのミュージカルを見ながら、うん、かなり3分闘技がよぎってたんですよあ何もうやらんといけないみたいな、うん、こういうのね違う、うん、もっとさ、うん、私はもっとクオリティ高いものやらないといけないんじゃないかと思って、うん、なるほど最初ミキだってフクロウの声ですからね自分そうだねほーとか言ってるからね一応これの通りでいくと、うん、途中までもうほーしか言ってないからそうフォーターのなんかよくわかんないピアノみたいなやつなんか音も拾えないみたいな、 なんかあのどっちも聞こえないぐらいのやつしかやってないからねこれ一応さ、皆さん一生懸命ミキさ、うん、あれ考えてはいるんですからねだけど自分の役フクロウっていうね、うん、まあいいけど俺にさせろやそれマジで面白かった一応さ、はいはい、あの7時からだったから、うんうん、足びなに通ると行くときに FM 小座通ったら、うん、正規さんがブースの中にいるの見えてからまあはいはい、ね、そうですねさっきも言ったけど正規さん今日 出張早いなと思って出勤ねあ出勤、うんうん、出勤正規さん今日早いなと思ってからふーって思ってたら、うん、いやそっか正規さんって仕事してるんだと思って夕方からいますか偉いねあそこ漂流ラジオに出るために来てるわけじゃないですよねまあまあまあびっくりしちゃった ありがとうございますあやっさって思ってた何がやっさあんまり大した仕事ではなかったみたいですね一応もう着いたらとっくに忘れてたそれはそうだまあいいけど、まあ、いい面白かったんですよあそうなんかさ、うん、でさ足びな劇場の特徴なのか小座の特徴なのか、うん、沖縄のおばさんたちの特徴なのか知らないけど、うんうんうん、こんなにさ、うん、わらび座って正統派のミュージカル劇団さんねまあそうなんですかね、うんうん、だのにさ、うん、みんなさまるで大阪の新喜劇を見に来てるような感じだわけあちょっと会場も騒がしい感じそうそうもうさめっちゃ笑ったり、はいはいはい、真剣にさ人が戦争のシーンで死ぬ時に笑ってたりするわけ何なんだろうねこれねそうそうそれで、うん、あのもう一番最初のクライマックスみたいなところでいきなり携帯がガーンってなったりねそれで笑うとかならまだわかるさ、うんうん、ツッコミ入れたりするわけ芝居にいや違うっしょみたいなとかいやみたいなあもう観客席からそういう声が出てくるんだ、うんうん、ダメ出しじゃなくて 役の人がやってるセリフに対して、うん、いやーみたいなちゃうわーみたいな私だったらみたいなずっと隣で喋ってるわけもう自由だなと思ってうわどうこれどうなの舞台役者さんからするとまあね静かに見てもらいたいもんですかの時もあるわけよ見るとしてはね明らかにうるすでもこれで邪魔する人とかもいるからわざとたまにあわざと、うん、あそうなんだそうそうやじ飛ばしたりそう、だからどっちかなってわからない時もあるわけ本当に楽しんでんのかみたいなでもさこの時は違くって、うんうん、もう本当にみんなさ自由に過ごしてたから あこれってもしかしてブーテンさんの芝居ってこういう感じだったのかなと思ってあそうかもしれない ねいつもこうなのかなそう、うん、だからもしかしてこうやってさお客さんが自由にいることってさ、うん、成功なんじゃないかなと思ったわけあいいじゃないですか、ね、面白かったよ結構なんか会場もそういう意味では一体感つうかさそう舞台があって観客席があって、うん、どっちもなんかこうワイワイやってたら楽しそうだよねまあミキは別に一体してなかったけどね、うん、あんたはねどうせなんか暗い顔でブスって見てたんでしょずっと笑ってるよやまあいいけど関さんはいはい、明日うるま市民劇場であるみたいですけど、見に行ったらそうですねぜひ見に行ったらそうですねだってほら、うん、FM 小座的にもポスター貼ってか宣伝してるじゃないですかおいメール来てるんで紹介を、した方がいいなとはい、メールね紹介、はい、じゃんじゃかはい俺かいラジオネーム天然ボケさんですね、はい、いつもありがとうございますありがとうございます1時間恐竜ラジオ、うん、また面白くしてくれ、うん、ファンとして応援してます、うんありがとうございます。ありがとうございます。毎週金曜日は3時間楽しみにしています。うん、あこれだけじゃない。マイオアシスト2時間3時間ってことかな。あ、そういうことか。うんうんうん、はいはいはい、なるほどなるほど。ミキさんはお笑い系で1時間の疲れを吹っ飛ばしてくれる。うん。次はイーズさんは癒し系で良い。あは、
あ、マイオーシスからのね、流れで、流れでね、番組がね、ありますからね。で、話は変わりますか、変わるんかい変わるんかい、うん、はいはいはい。朝のラジオ、赤ちゃんいらっしゃいごとで、うん、自分は泣かなかったみたいで、うん、ほう、24時間生きるか死ぬかの奇跡な子がこんなダメ男になっちゃった過去涙、うん、今日のテーマは何っていうことで、うんうん、これどこいじりますこのメールのいろいろありますけど、最後のさ、赤ちゃんいらっしゃいで、はい、泣かなかったで24時間生きるか死ぬかの奇跡な子がこんなダメ男になっちゃったってどういう意味かな、まとめて言うと天然ボケさんダメ男ってことなんじゃないですか、ね、だから天然ボケなんだ なのかな。なるほど、まあおぎゃーがなかったんですかね。ああ、じゃあ生まれる時大変だったってことかな、うん、ね、だからあれおぎゃーって言わないとなんか呼吸してるとかしてないとかなんかそういうのあるんでしょ、言いますよね、うん、まあいいんじゃない、ね、ほらダメ男になっても生きてたらまあね、うん、まあ、楽しい、まあ、こうやって番組もね聞いていただいてるみたいですから よかったですよね、うん、ありがとうございま す。そして今日のテーマは何ってことですけど、ええ、その通りですよね本当にね。なんつったっけ今日のテーマ、何、誕生日とかいろいろに変わったんじゃなかったでしたっけ、うん、ハウエバーって最初言ったけどさ、うんうん、あのマサミーが来てたから嬉しすぎて誕生日とかいろいろって言ってしまったパクったんだよね、うん、ただそのことについては誰も何も答えてくれないっていうこと、まあ、いつも通りな感じで何よりですけど、はいはい、いいよね、まあいいか、まあいいか、今日のテーマはさ、フリーですね、うん、フリーとかいろいろ、ラジオっぽくするためにテーマを決めてるだけですからね、そうそうそう、いつもね、うん、もう一回ありがとうございます、 ありがとうございます。そして続いてこちら、はい、ミキさん、セイキさん、こんばんは。こんばんは、マーデーです。金曜日の夜はミキさんの声に定着しつつありますね、うん、3分トーキングめっちゃ好きですって。何が不応だなこれ、腕があるぜ俺は腕があるぜ、うん、サンプートーキングさ、一応いつも木曜日ギリギリまでやろうかどうしようか迷ってるの、はい、やるかやらないかを迷ってるの、うん、もう木曜日のさ夜まで普通耳な、私さマイワシスもやめる、うん、漂流ラジオマンも喋れないって思ってるから、わくらーいな、何も考えきれないわけさ、うんうん、だけどあの夜になっていくにつれて、うん、あやばい考えないとと思ってたからでマイオアシスは一応頑張ってやって、はいはい、マイオアシス終わって、うん、漂流ラジオまでの時間にやっと思い出す、うん、いやでもこれ作るのも結構大変でしょう、うん、でも面白いでしょ、まあね俺は被害被ってるけどこれ被じゃないよでも嬉しい、ありがとうございました、マーデーさん。そして続いてこっちかな、うん、これどれだ、マーデーさんのメールの、うん、このマーデーさんかな、あ続いてあるんだね、そうだね、マーデーです、あーごめんごめん、セイキさん、うん、歌上手ですねうまいですねって、グレイのハウエバー歌やろなんて、絶え間なくですかね、うん、今めっちゃずれてたけど、うん、マーデーさんはあれかな今日ラジオの電波の調子が悪いのかなしっかり届いてるだろう絶対だからこういうコメント来てんじゃないの、本当、あそうっすか、そうなんだ、あめっちゃ長いのが来てるよ、来てますね、読んでみる、これチャレンジします、うん、あお願いします、じゃあマーデーさんありがとうございました、ありがとうございます。そしてミキさん、セイキさん、こんばんは、まあ、ずっと聞くだけでしたが今回初めてメッセージします、サクサクと申します、よろしくお願いします、およろしくお願いします、ありがとうございます。あれはそう12月でした、たまたま FM 小座を聞いていたのです、うん、オープニング3分トーキングで渡る世間は鬼ばかりの歌があまりにも面白くて大笑いしたのがきっかけです。それ以来不思議で自由すぎる番組の内容やミキさんのトークにもただただ驚き驚くよね最初はね、すっかり心惹かれ、うん、毎週この時間を楽しみに待っている自分がいます毒にかかりましたね毒にちなみに、はいはい、ちなみに先週末から私はインフルエンザでずっと寝ていたのですが、高熱のだるさと何とか気分転換させたいと思い、過去の放送をアーカイブから検索しずっと聞いていました。それくらい気に入っていたのです。先週の時の流れに身を任せは何度心安らいだことでしょうおかげさまでインフルエンザも無事に解放に向かいました、ありがとうございました、お二人の夫婦漫才みたいな掛け合いも大好きですし、これからも番組を聞いてメッセージなども頑張ってもうちょっと、もうちょっとメッセージなども送っていきたいなと思っています、どうか
よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。笑ってたんかい。笑ってたんかい、おい。ギリギリだったら読めてないよ、最後まで。あははじゃないよや。サクサクさん、はい、ありがとうございます。え、何ですか、このメール。熱にさ、インフルエンザ、もうさ、笑いすぎてよだれ出てる。よだれ出すなや、マジで。インフルエンザでうなされてた時に、ミキのさ、時の流れを聞いてくれてたんだね。もっと悪化するかなと思うんですけどね、これ。怖いわ。なん、まあ、人それぞれあんだろうね、この捉え方がね。とっても嬉しいさ。よかったね。あ、ツイキャスが切れちゃった。ミキさ、歌好きだわけよ。あのさ、なんとなく知ってます。だからさ、うん、このしょっちゅうさ、このお姫様の役ばっかりやってても、はい、あれさね、うんうん、だからあのたまにはさ、歌も交えてやってんだけど、これついてんじゃない、ツイキャス。ほら、OK ですか。ごめんなさいね。いじってる間にどうにかなったみたいだった。でさ、もしかしてさ、この方さ、この前あのギャラリーに来てくれた人じゃないかな。かな。違うかな。いやちょっとわかんないですね。だって渡る世間の鬼ばかりのさ、うんうん、歌にさ、こんなにさ面白がってくれた人初めてだ、ね、多分やってる僕らよりも楽しんでるよね。言っとくけどミキはあれ、うん、めっちゃベストソングで、何が渡る世間は鬼語りも鬼語り鬼ばかりも、はいはい、時の流れに身を任せも、今度さ、うん、ミキがさなんか芝居とかやるときにさ、うん、全部さ歌手で歌おうって思ってるぐらいに撮ってありますからね。怖怖やめた方がいいじゃないですかね、それね。アーカイブって言ってもほら今さ、YouTube はもう保存されてるけど、はい、ユーストリーム過去のどんどん消えていってるさ。あ、見たいね、うんうんうん、だから YouTube に変えたのかな。そう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 、こっちもね、YouTube もほらいつまでそういう体制にしとくかわからんから、まあまあまあ面白いからさと思ってから出たわけ。サクサクさん、ありがとうございました。 ありがとうございます、まあ、インフルエンザ治ってよかったですね。本当ですね、よかったよ。よかったよかった。インフルエンザも勝、はい、ったね、はい、勝ったね。次はこれマーデーさんかな、うん、はい、読みません。マーデーです。おい、来週読まなくていいよ。来週は正規さんに結面師の若気の至りが知らないか、桜でお願いします。知らない、どっちも。みんなさ、うん、あれリクエストさ、うん、まあいいや。え、待って待って、俺にリクエストすんなっつうのことね。いや、ミキちゃんにやってもらいたいんじゃないの。リクエストされたら、ほらミキ作らないといけないさ、うん、この歌で替え歌を。俺も歌わないといけないから、どっちも難儀するね、うん、そしたらさ、ほら、うん、ミキがもしさ、うん、正規の大発見のさ、うん、素晴らしい脚本を思いついたとしても、はいはいはい、正規さんの歌をやらないといけなくなるわけよ。あ、このリスナーからの要望によってね、うんうんうん、そういうことはもうやめた方がいいね。やっぱあの、でもほらミキとしてはさ、歌うとかそういうのは、あの、ええ、要望に応えたい。お前、俺にやらせたいだけだろ。まあ、この野郎。まあでもどっちの歌もわからんな。そうだよね、うん、流そうこれは、うん、マデさんだし、はい、はい、次読みます、はい、ね、あ、来た、うん、かずきさんですね、はい、金曜アジラジ新アシスト、うん、ミルキーのライバルミキラ姉さん、こんばんは。ラジオネームかずきです。アジクータラジオっていう番組が、ミキさんという方が、そうなんですよ。なんで勝手にライブにされてるわ。同じ名前だからじゃねえの。怖いよ、やめて。金曜日ミキ率多いね。確かに朝ミキでしょ、うんうん、夕方ミキでしょ、うん、今ミキでしょ、うん、あ、今ミキ、朝ミキ、朝、お、お、え、今夜のミキラ姉さん、パワフルす、うん、パワフルすぎて怖いですね。せいくん辛いと思うけど負けないでね。ありがとうございます。負けないで、なんでやーが応援する場合、やーのせいで俺をこう、なんつうか、もういいよ、もういいよ、やうるさいよ、やくじけていくよ、やどんどん。あ、次次、はい、続きまして、はい、ラジオネームガンダムファイターアルゴから好き、はい、アルゴさん、はい、どうも。12時間ぶりのミキさんとセクシーセイキさん、はい、あとお友達さん。僕はミキさんとの後用事したり映画見たり、うん、甥っ子も連れてバドミントンしてきましたよ。テーマフリー、はははよし、イタリア行こう、ははは。あ、丁寧にカッコ笑いをはははって言ったわけ。新しいねこれね。まあ、こっちは暗い気持ちになりましたけど、そうそう、アルゴカルスキーさんね、朝もねメールメッセージくれてね、聞いてくれたんですよね、
アルゴさんはあのボクシングジム以外は暇人ですからね。バドミントン無視で忙しいってよ。あ、そうですか、そうですか。うん、あ、なるほど、なるほど。っていうことで。ありがとうございます。ああ、この12時間の間にいろいろやって過ごされたんですね。ねえ。うん、いいね。いい一日使ってんじゃない？うん、いろんなことやって。今日休みだったぞ、アルゴさん。あ、そうなんですか。うん。あ、本当に暇だったんだですね。暇だった。暇だったんだろうね。まあでも、まあ、ラジオも聞いていただいてるみたいで。うん、ありがとうございます。あ、よかったです。ありがとうございます。ちょっとここでツイキャスも読もうかね。あ、そうだね。うん、ね、そろそろ。一回 CM 行かんといけんからね。うんうん、ね、チーキャスもいっぱい生きてるよね。1個目？あ、NAJ さん、朝ぶりですね。こんばんは。そして、これどっちが最初かな？もっと最初に。これどこからなんだろうね。ねえ、あの、少々さんからミキまた消さないで続けてしまったんだよね。あー、これじゃない？うん、あ、あった！あきちゃんさん、少しは寝たかなって。今日はね、あの、夜ぐっすり寝たので。うんうんうん、無事にね、ミュージカルも見てくることができましたよ。そして、めぐみさん、なんだこれって。ハウエバーですよね、これ 100% ハウエバーのこれそして NUJJ さんがなんだこれ、なんだこれ、なんだこれって言ってますね。もう本当にみんなよ、はい、なんだこれ、はい、そしてゴーゴーウエジョーってなんなんでしょうね、これね。そしてスピーディーワンダーさんが聞けば聞くほど斬新なラジオ、素晴らしいって。ありがとうございます。で、NUJJ さんが怒るだけ損って言ってる。あ、そうですね。怒りは歌で発散させよう。で、ユーキーさんがミキサー、はい、セイキさんこんばんみー、あー、こんばんみー、こんばんは。そして NUJJ さんがパークアベ、パークアベニューから世界へこのおバカ響かせよみんな聞いてね。これ誰のことかな。これ小座の歌ですね。多分あなたのことなんじゃないですかね。このおバカ知らない。カミカミで答えるなよ。動揺してるやつ。動揺してる。脳みそがまた震えてきて。震えやすいタイプなのね、脳みそね。イブニングアビネさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみさんね、今再開しましたね。で、AKB ファンさん、こんばんは。あ、こんばんは。あのね、最近、北の木の、うん、状況物語っていう映画見ちゃったからね。はあ、AKB ファンさんが北の木と似てる。あ、似てるとか言うからね。北の木に今謝ってください。ごめんなさい。はい。はい、そして、ゆうきーさんが、ミキさん、漂流ラジオも定着したね。名前変えなきゃっていうことでね。あ、今ね、私がね、芝居がなくて暇なんだけど、ね。そうなんです。暇なんです、この人。うん。暇漂流ラジオ。混ぜるな、こっちのと。はい。それで。うん。あ、そろそろみんな出揃った感じかな。何がかあ、メンバー、うん、あ、メンバー何これ出揃ったって。まあいいか、うん、ということで一旦 CM 行きましょうかね。行きましょうか、はい、一旦 CM です。イエーイ。そしたらね、どうやって次進めようかな。まあメールが残ってるからね。そうです、読んでから読みながらかな。読みながら、うん、タロットで、あ、タロット、おうおう、あの朝さ、ミキ占いタロットやってるから。あ、朝やってんの。はい、夜はさ、きついな、朝から、うん、お悩みとか、うんうん、このわからない時のタロットにしようと思って、うんうん、その手始めとして今日はこの正規さんを占ってみようかなって思っています。はい。手始めとして、はい、あ、まあまあまあ、あのみんなの晒し者として祭り上げられるわけですね、僕はね。こんな感じよってやったらみんな安心するじゃないですか。あ、まあどういう結果になってもね、俺の場合はね、そして、あ、やっぱやめとこうとか。あ、何これ、俺の結果次第でどうなるみたいな。やめろやそれ。怖いわそれだから。そうですか、いいんじゃないですか、そんなの。そうだね、まあやってみようか。え、それじゃあちょっと結構それ時間取った方がいい。あ、5分ぐらいでいいですよ。5分ぐらいでいい、全然分かった。まあ時間 あったらね、ミキいつもなくなりますからね。あ、って言ってもあと20分ありますね、うん、あるある。あ、15分ぐらい。あ、確かに15、6分。 CM も開けるからまあ20分弱か。ミキ今日何か言おうとしたんだ。あ、この前あれだ、これが来たの言おうと思ったんだ。あ、プロレスラーね。ラジオでもいいですね、直前だから。せっかく来てくれたからラジオで言えばよかったと思って。ああ、まあね。あ、でもフェイスブックでも上げてたじゃん。あ、そう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 。偉いよね、うん、私ね。優しさに包まれたならきっと。はい、5秒前。目に映る全てのことはメッセージ。
ということでメッセージ読みたいと思います。うわーうわー何これうわーわーわーこれ笑ってるよ。いやめっちゃめっちゃ笑ってる、めっちゃうまいこと言ったんでじゃない。全然全然恐怖しか覚えてないわよ自分が、ええ、今日3分で何やったか忘れてしまったの。もう覚えてません本当、ええということで続いてどっちかな、これ強い心を持ってるな、どっちかな。あ、これだな。はい、小佐之助さんですね。あ、そうだね、ありがとうございます、うん、なんだこれと言いつつ笑わせていただきましたって。あーよかった、喜んでくれたならふんふん。そして先週の木曜日夕方のアジラジという番組中にスタジオの外で正規さんにベイマックスといじられ、はいはい、モーリーさんに伝わらずはいはい、はい、それと今回のハウエバーというとでお会いこということでよろしく頼みますっていうことあ、そういうことだったの。あー、いじられたからね。違うだろう、被害被ったのはミキだろ、むしろはい替え歌作ったから。あ、いやいや、これ別にやらなくてもよかったんですよ全然。 however だって先週さ、正規さんさ、うん、いつもそう言って怒るくせにさ、うんうん、自分でさ放送中に何言ったか忘れてしまったでしょあ、however 18番ですからねって言っちゃうからまあね、これあのすぐ俺調子に乗って後で後悔するタイプですからね。まあそれでしてやったりなんですけど、やろう、このやろう。そして続きまして読みますよ、はい、お願いします。はい、マーデーさんありがとうございます。 Thank you so much everybody yo そうということでテーマ誕生日、はい、僕の家族は誕生日が重なったり近かったりが多いです。1月13日僕の妹、1月16日僕の父、1月20日僕妻の父、うん、1月27日妻、8月10日、うん、長女と妻の母、8月12日、うん、僕な感じです。1月多いな。本当ですね、多いね、大出費ですね。なあ、正月から何からで縁のある数字ってあると思います僕は2が特に縁がありますということで。あ、縁がある数字ってあるよね。ありますよね、あるあるある。関さん誕生日いつですか。もう5月ですね。何日。17。5月17。そうですそうです、5月っていいなっていう覚え方です、うん、もう覚えたでしょ。濃いながいいんじゃない。バカ野郎なんだ濃いなって。あ、こうかこうね、うん、濃いな初めて言われたわ。選ぶな席濃いなそれただの文句だろ。ミキちゃん何月なんですか。4月15日です、良い子の日。うわ、来たな、良い子の日。何が良い、読んだろう、うん、良い子、良い子、良い子の日、良い子の日にしかならないでしょ。ならないな。ちっちゃい頃はこれ嫌だったんだけどね。あ、そう。ね、ミキのさ、お父さんと、お父さんの兄弟と、はいはい、その娘と、うん、とかさ、ミキの周りにさ、9月8日とか9月9日生まれ多いんですよ。あ、やっぱ近いのが集まんのかね。そういうことあるみたいですね。へ、すごいね、忙しい時期になるね。そう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 。ね、うんうん、なるほど。なるほど。はい。次かな、はい、ラジオネームピューさん、はい、ミキーネーネーこんばんは。はい、こんばんは。都の腐れ下道ピューです。お、知ってる。知ってる、うん、あ、知り合いですか、うん、ついに先日都と伊良部が橋でつながったってば、うん、伊良部大橋ですね。すごいね、開通しましたね。超長いんですよね。無料では日本一長いらしいですから、無料の橋では。そうなんだ、へー。して私も渡りましたよ。いや、仕事で渡ったんだけどもさ。まずみな、うん、橋からの景色見ながらとってもゆっくり走るので、うん、まあ、時間がかかり放題。あ、そうなんだ、最初だからね。そう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 、見たいよね。3キロな3000何百メーターとかあるんだよね。あ、そうなんだ、長いのよ、うん、でさらに途中で止まってから写真まで撮ったりしてるので、うん、ノロノロ運転に拍車がかかってから、うん、もう困り放題だったってば。して、うん、今ではフェリーで佐良浜漁港まで行ってから行き先に向かっていたのに、うん、全然違うところに上陸したから思いっきり迷子、うんうんうん、結局、うん、佐良浜漁港まで戻ってから向かいました、うん、なるほど。佐良浜漁港っていうところに ついてたんですよ、うん、今はね、佐良浜漁港だよね。これはきっと夏の観光シーズンになったらデージなはずね。ミキーネーネーも10年ぶりに都に来てねっていうことで、うん、ありがとうございます。ピューさんね、ミキは東京にいる時からね、うんうん、こうやってコメントとかしてくれる。あ、そうなんですか。都の方だそうです。はいはいはい。ミキがさ、都10年前にダンスで行ったことがあるんですよ、うん、ダンスで、うん、舞台があってさ、都とか石垣とか東京とか京都とか大阪でやったわけ。沖縄もさ、ほとんどの劇場でやって、うんうんうん、その時に都に行って、ほら、レイの40度出て、もうふてくされて帰ってきた都旅行ですよ
あのさ、もう唇も青紫になってからさ、40度熱が出て、飛行機もさ震えながら乗ってから大変だったね。それでからさ、車椅子でスチュワーデスさんに降ろしてもらうって。うわー、うん、うわー、でも仕方ないね、病気だからね。でもこのさ、橋が通ったって聞いてさ、はいはいはい、行きたいなと思って。見てみたいもんだね、うん、だって宮古ってさ、海だけでとっても綺麗さ。綺麗だね。だから行ってみたいな、うん、そうですね、うん、なるほど、ありがとうございました、キューさん。はい、イエーイ。そして続きまして、たびたびすみません、サクサクです。あ、サクサクさん、はいはい、いえいえ、ミキさんにお聞きしたいことがあってメッセージしました。以前コッコのセレストブルーという曲を番組で流していたと思うのですが、その曲が収録されている CD や音源が見つからないのです。すごくいい曲で、もう一度聴きたいなと思っているので、どうやったら音源を入手できるか教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いしますと。あ、ミキ、セレストブルーっていう曲流した。いやな、まあでもコッコの曲はね、うん、よく流してるから。そうそう、あのコッコのさ、新しいアルバムを最近買って、へーへー、それ流してんですよ。でミキのさ、お家にあるコッコのアルバムって 2,3、うん、枚しかないからさ、セレストブルーもその中に入ってると思うんだけど、あ、じゃあ何に入ってるか忘れちゃったな。まあ、アルバムの名前まで全部ちょ、なかなかね、そうそう、覚えないもんね。そうそうそう、今調べてみてるけど、 あ、わかった、はい、あれだ、 あったあった、これだ、このさCD のさ、シングル集なんですよ。うん、コッコのガーネットとかセレストブルーって書かれてさ、バラの絵が書かれてる、うんうん、あのガーネットとセレストブルーっていうシングル集ですね、これ。見る？アルバムですか？うん、これ見えるかな、ツイキャスとかで。このアルバム、コッコ、ガーネット、セレストブルーってしか書いてない。あ、アルバムの名前は分かんないよね。そうそう、コッコ、ガーネット、セレストブルーガーネットアルバムね何回も言うなシングル集ですのでそうですか、探してみてください。はいはいはい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。新しいアルバムもおすすめですよ。はい、いいですね。はい、はい、続きまして、はい、ガンダムファイターアルゴガルスキー室、ありがとうございますよ。セクシーセイキさん、歌声聞こえなかったので、うん、あと6回歌ってもらってもいいですか。嫌です。やめてもらっていいですか。あ、もうだから、いや、だから嫌ですっつってね。またミキさんがメッセージ読んでる間、うんうん、BGM 代わりに歌ってもらっていいですか。嫌です。あ、ミキ、メッセージ集中できないわもう脳みそが震えすぎてから喋れない歌わんわ俺は、うん、新しいリスナーさん、うん、サクサクさんのメッセージ受けるということで。面白かったな。面白かったね。なんかずっとね、見てくれてはいたみたいだけどね。あ、そうですね、うん、ありがとうございます。じゃんじゃん参加してくださいね。ね、また決まったね、お願いしますね。そして、はい、これラジオネームかな、モーリーという字に棒に本って書かれてるけど、うん、こんばんは、アゴベルト中里ですあ、こんばんはこれちょっと騙されそうになったよね。これタイトル関係なかったね。まあいいか。お二人さん、はじめまして、私です。お姉さん可愛いですね。まるで沖縄の木の実ナのようですってちょっとテーマがわからんからすんません。男の人は誰ですか。あ、イラミナセイキです、うん、よろしくお願いします。これってあのイラミナセイキさんというね、はい、あの FM 小座のスタッフもやりつつ、はい、またね FM タマンというところで全部言わなくていいですよ。あの13年間全部言わなくていいですよ。パーソナリティをやっているね、はい、あの歌手です。歌手じゃないわね、ハウエバー流しで来てんだよこっち。そして、はい、よろしくお願いします。じゃあツイキャスからもスーミーしときます。ちなみに好きな十字路は前原十字路です。安静バイビローンということで。小座ではないだからよ。まあいいか。ありがとうございました。木の実奈々と似てるかね。あんなに外人ジラじゃなくて一応濃いけど沖縄顔だよミキめっちゃ沖縄顔だよありがとうございます。これは次は、うん、アルゴさんかな、また、はいはい。ラジオネームガンダムファイターアルゴガルスキース、うん、僕はボクシング以外いろいろありますよ、うん、ありますよ、あります。はい、嘘すぎて映画見ましたよ。暇やし、暇すぎて、ね、ごめん嘘ですよ多分、笑われてもお二人ならなぜか笑ってます。ん、あ、笑われてもね、うん、ちょっとおいしい感じがしてます、うん、お二人の受け答えがノリが良くて面白いっす、うん、言ったことも振り返られないところがいいですね、うん、まあ、CM 中も楽しくハイテンション歌いまくりですね。歌って番組に入りましたね。マイペース、かっこ笑い、もうかっこ笑いが多いこれ。いやあのね、うんうん、ミキたちね、ミキたちねっていうか私ね、1週間分の元気をここで使ってますから。あ、他で使うところがないんですね。月火水木土日、うん、くらいです。くらい。僕もです。続いて、
はい、あ、ガンダムファイターアルゴガルスキーさんです、はい、ガンダムファイターアルゴガルスキーさんです、はい、イラミナ正規コイーナミキさんは良い子というか誕生日のことね、うんうん、ありがとうございます。僕は12月14日です。ほうほう、皆さんはいくつまで誕生日家族でやりましたか。僕らは親は昔からなく、兄弟も高校くらいからないです。おかげで家族の誕生日は月しかはっきり分かりません。親なんて年齢が分からなくなりますねこれだけさ聞いたらさちょっと仲悪いのかなって思っちゃうけど、うん、大丈夫言うなや。これ読んでよかったのかなって思っちゃうけど、まあ、いろいろ、まあ、そうでもない、そうでもないんですよ、ね、はい、12月14日か。確かちぐささんが12月13か14だったんだよね。あ、そうなんだ、まず近いね。そうそうそう、12月生まれは6のやついないわけですね。あ、そうだね、うん、絶対怒られるんだこれ、うん、あ、正規さん12月だった。いや、僕5月です。なんでもう忘れてんだよ小座之助さんからメール来てますけど読みませんこれこれなんだこいつマジで読みませんよ、読みませんよ。正規さんに読んでもらえると嬉しいですって言って、これなんか歌えってことでしょ。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と外したわ。だから初級もうやめましょうこれね。頑張って一行ぐらいは歌えやだねなんで怒られたわ俺今まあいいや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてあ、はい、そろそろタロットかなって。あ、そうだ、イブニングアベニューさんがいいタイミングで言ってくれましたということで、あ、よかったですね。はい、じゃあタロットのコーナー行きましょうか。はい、今日はタロットのコーナーに、はい、なんとジングルがついていますよまあジングルと呼んでいいのかどうかも悩みますけどね、それね。はい、皆さん、うん、私ね、マイオアシスで今日エセタロットのコーナーやったんですけれども、はいはい、今日はね、イラミナ正規さんをねちょっと占いたいと思います。最近のね、なんか一番悩みないですか。悩みですか。何この音あのごめんなさい、邪魔なんですけど。ごめんごめんごめん、最近の悩みね、はい、そうですね、最近の悩み、最近ちょっとね食事が偏ってるなっていうのはあるんですよ。あ、何食べてるんですか。まあ、これラジオ局終わって家帰るのってもう夜中なんですよ。あ、確かにね。だから結構ねこうコンビニとかの、うん、まあ、ラーメンだったり弁当だったりばっかり食べちゃうの、うん、だからねもうちょっとなんか食を改善したいなっていうのはあるんだけど、うん、なかなかちょっとうまい方法も思いつかないんだけど、だからちょっと食べ物でちょっと悩みはありますかね、うん、今ね。その食べ物を食べることによって何か不平が平気障害してるの、うん、やっぱあれじゃないですか、ちょっとなんか出来たてのあったかいなんか定食とか食べたいじゃないですか。あ、じゃあ早く彼女作ればいいんじゃないお前タロットによってその答えが導き出されるんだったら俺も何も言わないけど、タロットによってさ何コンビニでいいかどうかを占えといやいや、もうちょっと食を改善した方がいいなと思ってるんで、うん、じゃあ改善すればいいんじゃないいやー、悩み聞いたんじゃないわ俺のタロットっぽい悩みか。タロットっぽい悩み、うん、あ、そうですか。あ、じゃあ正規さんさ、なんか1から5まで番号言ってください番号かい、うんうんうん、好きな番号、好きな番号。あ、じゃあ1から10まで好きな番号増えたな、うん、じゃあ、5月までなんで5。え、何ですかダメですか。はい、次は。え、あ、もういいの、うん、あ、じゃあストップって言って。はいはい、ストップ。はい、じゃあもう1枚好きなのをこれから選んでください。あ、これから。え、これ選んで渡せばいいんですかね。ちゃんちゃん、見ないでからよ。わかったわかったわかった。その音何なんだろう。なんかチャラ魔法のステッキ、この一番上のやつで、はい、はい、ということで正規さん占いたいと思います。はい、ありがとうございます。あー、正規さんね、正規さん、お父さんいる。今いますよ、はい、お父さんと仲いい。まあまあ、最近会ってないですけど。なんか お父さん沖縄にいるんですか。沖縄にいます、はい。あ、じゃあちょっとね、お父さんと久しぶりに会った方がいいですよ。あ、そうなんですか、うん、これ父親のカード、もしくは、うん、なんか話したらいいことあるかも。それでこれはとっても今ね、うん、上昇志向が高い人に出るカードなんですよ。あ、いいじゃないですか、うん、やっぱさ、もうちょっとさ改善していきたいっていうのは、うん、食だけじゃなくいろいろやりたいことがあるんでしょうねまあまあまあ、そうですね。 FM タマンでもラジオやってるけどさ、コザでもさ、新しい番組やるといいのにね。
そうなんですよね。関さんさ、声だけだったらモテるはずよ。わお。なんか喜んでいいのか。ミキの友達がさ、ね、あのさ、ミキのさ、一緒に喋ってる男の人声めっちゃいいねって言ってた。紹介してくださいね。だからお前見に来いって言ってた。呼びつけたんか。じゃあね、まずね、あのね、このライブじゃギャラリーに、見に来てみって言ってた。なんでそんなやさぐれた言い方だ。見に来てみみたいな。だから、はいはい、何の話、あ、ラジオとかさ、まあ、ラジオ以外でも司会業とか好きさね、そうですね、やってますね、いろいろ今からもっともっともっと上に行きたいんだろうね。ああ、もうやっぱり仕事は増やしていかないと。あ、頑張れ。そしてこれはね、あのさ、とってもさ、自分のさ、もう次のカード言ってんだね、自分のさ、頭のさ、この空想とか、はい、過去っていうよりは、自分の頭の中だね。はあ、自分の世界ってあるさ。へえへえ。それにさ、とっても浸っている、出てるカード。あー、でもなんか空想に浸ってる僕がいるってことですか。正規さんさ、悩みがさ、あんまりしょうもない悩みだったからさ。うるさいよや。結構悩んでる、あら、その本気で。だから正規さんについて占ってみたわ。あー、ありがとうございます。トータルするとどういうことなんですかね。お父さんと一緒にゴルフに行ったらいいんじゃない。1枚目のカードしか引用されてないだろ、その答え。だって上昇志向はさ、ただ自分の本人の素質だから、そのまま頑張ればいいさ。あ、まあまあ、そうですね。でしょ。で、なるほど、今やることは親父に会いに行けということですね、なるほど。だってそれしか分からんかったから、ごめんね。 ありがとうございます。まあ、こんな感じで。そんな感じで、はい、もう時間の方がちょっとそろそろ、ね、これからはさ、朝のマイオアシスでさ、はい、今週の運勢とかをやっているから、はい、みんなのさ、悩みとか、またメールでさ、意味わからんの来た時とかに、はい、あの、こういうのやろうと思っています。ありがとうございました、関さん。いや、ありがとうございました。あっという間でしたね。あと10秒ですか。はい、もうそろそろ。皆さん、今日も楽しい時間、どうもありがとうございました。バイバイ。お相手は、上条美希。